ナレーターのぐっすりお休み朗読このチャンネルは睡眠用の朗読チャンネルです寝かしつけのシェア心に栄養ををテーマに様々なお話を心を込めて朗読していますたくさんのお話を載せていますのでぜひチャンネル登録いいねボタンこんなお話を 載せてほしいというリクエストもお待ちしています今日はハンス・クリスティアン・アンデルセン作モミの木をお届けしますモミの木ハンス・クリスティアン・アンデルセン作楠山正雄役 町外の森に一本とてもかわいらしいもみの木がありました。そのもみの木はいいところに生えていて日当たりはよく風通しも十分で近くにはお仲間の大きなもみの木や張りもみの木がぐるり取り巻いていました。 でもこの小さなもみの木はただもう大きくなりたいとそればっかり願っていました。ですから森の中で暖かいお日様の光の当たっていることや涼しい風の吹くことなどは何とも思っていませんでした。また黒いちごやオランダいちごを摘みに来て そこいらじゅうおもしろそうにかけまわってぺちゃくちゃおしゃべりしている百姓のこどもたちもきにかからないようでしたこどもたちはつぼいっぱいいちごにしてしまうとそのあとのいちごはわらでつないでほっとしてちいさいもみのきのそばにこしをおろしましたそして あずいぶんかわいいもみの木だな」と言いましたけれどそんなことを言われるのがこのもみの木は嫌で嫌でなりませんでした次の年もみの木は新芽一つだけはっきり伸びその次の年には続いてまた芽一つだけ 大きくなりました。そんなふうにもみの木の年は毎年増えてゆく節の数を数えてみればわかりました小さいもみの木はため息をついてこう言いました「私もほかの木のように大きかったらさぞいいだろうなあ」。 そうすれば枝をうんと伸ばして高い小杖の上から広い世の中を見渡すんだけどそうすれば鳥は私の枝に巣をかけるだろうし風が吹けばほかの木のように私も覆うようにこっくりこっくりしてみせてやるのだがなあこんなふうでしたから。 もみの木はお日まの光を見ても飛ぶ鳥を見てもそれから朝夕頭の上をスースー流れていくバラ色の雲を見てもちっともうれしくありませんでしたやがて冬になりましたほうぼう雪が白く積もってキラキラ輝きましたすると どこからか一匹の野うさぎが毎日のように来てもみの木の頭を飛び越え飛び越えして遊びましたああ、実に嫌だったらありませんでもそれからのちふた冬通り越すともみの木はかなり背が高くなりましたからうさぎはもうただその周りを はねまわっているだけでしたああうれしいだんだんそだっていっていまにおおきなとしをとったきになるんだよのなかにこんなにすばらしいことはないもみのきはこんなことをかんがえていましたあきになるといつもきこりがやってきて 一番大きい木を23本切り出します。これは毎年のお決まりでした。その時は見上げるほど、高い木がドシンという大きな音を立てて地面の上に倒されました。そして枝を切り落とされ、太い幹の皮を剥がれ、丸裸の細っぽいものにされてとうとう。 木だかなんだかわけのわからないものになるとこの若いモミの木はそれを見て怖がって震えましたけれどもそれが荷車に積まれて馬に引かれて森を出ていく時モミの木はこう独り言を言って不思議がっていましたみんな どこへ行くんだろう。一体どうなるんだろう春になってツバメとコウノトリが飛んできた時モミノキは早速その訳を尋ねました「ねえほんとにどこへ連れていかれたんでしょうねあなた方途中でお会いになりませんでしたか?」。 燕は何にも知りませんでしたけれどもコウノトリはしきりと考えていましたそして長い首をガッテンガッテンさせながらこう言いました「そうさね私は知っていると思うよそれはねエジプトから飛んでくる途中新しい船にたくさん」 私は出会ったのだがどの船にもみんな立派な穂柱が立っていた私はきっとこの穂柱がお前さんの言うもみの木だと思うのだよだってそれにはもみの木の匂いがしていたものそこで何べんでも私はお言づけを言います大きくなるんだ 大きくなるんだってね。まあ私も遠い海を越えていけるくらいな大きい木だったらさぞいいだろうなけれどコウノトリさん一体海ってどんなものそれはどんなふうに見えるでしょうそうさなあ。 ちょっと一口にはとても言えないよコウノトリはこういったままどこかへ飛んでいってしまいましたその時空の上でお日様の光が親切にこう言ってくれました若い間が何よりもいいのだよずんずん伸びて育っていく若い時ほど のしいいことはないのだよ「すると風ももみの木に優しく接吻してくれました」「つゆもはらはらとしおらしい涙をかけてくれました」「けれどももみの木にはそれかどういうわけかわかりませんでした」 クリスマスが近くなってくると若い木が何本も切り倒されました中にはこのモミの木よりも若い小さいのがありましたしまた同い年ぐらいのもありましたですからモミの木は自分も早くよその世界へ出たがって毎日気が気でありませんでした そういうい若い木たちは中でもことに枝ぶりの美しい木でしたからそれなり切られて車に積まれて馬に引かれて森を出て行きましたどこへ行くんだろうあの木たちはみんな私より小さいし中にはずっと小さいのもある。 それからまたなんだって枝を切り落とされないんだろういったいどこへ連れていかれるんだろうもみの木はこう言って聞くとそばでスズメたちがさえずって言いました「知ってるよ知ってるよ町へ行った時僕たちは窓からのぞいたから知っているよ」。みんなは、 そりゃあ素晴らしいほど立派になるんだよ。窓から覗くとね暖かいお部屋の真ん中に小さなもみの木はみんな立っていたよ。金色のりんごだの蜜つのお菓子だのおもちゃだのそれから何百とも知れないろうそくだのでそれはそれはきれいに飾られていたっけ。 え、それからとモミの木は残らずの枝を震わせながら尋ねましたねえそれからどうしたのうんそれからどうしたか僕たちは知らないよとにかくあんなきれいなものは他では見たことがないねああ どうかしてそんな花々しい運がめぐってこないかなあ」とモミの木はとんきょうな声をあげましたそれこそ白い帆をかけて遠い海を越えていくよりもずっとよさそうだあ,あ行きたいなあ行きたいなあ早くクリスマスが来ればいいなあ私はもう 去年連れて行かれた木と同じぐらい背が高くなったしすっかり大きく育ってしまったああ、どうかして早く荷車の上に積まれるようになればいいなそして目の覚めるように立派になって暖かい部屋に住みたいものだなだがそれからは それからはどうなるだろう。多分それからは、もっといいことが起こるだろう。もっと面白いことにぶつかるだろう。もしそうでなければ、そんなにきれいに私たちを飾っておくはずがないもの。きっと何か、大したことが起こるんだろう。素晴らしいことが。 やってくるんだろうだがそれは何なんだろうななんだかわからないがただ行きたいああたまらないぞもう自分で自分がわからないんだその時また風とお日様の光とが優しく声をかけました 私たちの中にいる方が気楽だよ。この広々とした中で元気のいい若い時を十分に楽しむのがいいのだよ。けれどももみの木はそんなことを聞いてもちっともうれしくありませんでした。こうして冬が去ってがっ 夏もみの木はずんずん育っていっていつもいつも生き生きした緑の葉をかぶっていましたですから誰もこのもみの木を見た人で「なんてまあきれいな木だろうね」と言わないものはありませんでしたそれでクリスマスの季節になると このきはとうとうまっさきにきられましたそのときおのがきのしんまできりこんだのでもみのきはうめき声をたててちのうえにたおれましたからだちゅうずきずきいたんでだんだんきがとおくなりましたかんがえてみると 嬉しいどころではありません自分が初めて目を出した森の家から離れるのはしみじみ悲しいことでした子どもの時からおなじみの小さな木や花などにもそれから多分小鳥たちにももう会えないだろうと思いました 全く旅に出るというのはつらいものに違いありませんでしたやっと正気づいてみるとモミの木はほかの木と一緒にわらにくるまれてどこかのうちの庭の中に置かれていましたそばでは一人の男がこう言っていました「この木はすてきだなあ」。 これ一本あればたくさんだそこへはっぴを着た二人の男がやって来まして。そしてもみの木を立派に飾った大きな部屋に運んでいきました部屋の壁にはいろいろな額がかかっていましたタイル張りの大きな暖炉のそばには獅子の蓋のついた 政治の亀が置いてありました。そこには。ユリースだの。絹張りのソファーだの。それから。少なくとも。子供たちの言い分通りだとすると。百円の百倍もする絵本や。おもちゃの乗っている。大きなテーブルなどがありました。もみの木は。砂がいっぱい入っている。 「大きな桶の中に入れられました」「けれど誰の目にもそれは桶とは見えませんでした」「それは青々した切れで包まれて美しい色模様の敷物の上に置いてありました」「まあこの先どんなことになるのかしら」 もみの木はぶるぶるふるえていました飯使いたちについてお嬢さんたちも出てきてもみの木のお飾りを始めました枝には色紙を切りこまざいて作った網をかけましたその網の袋にはどれもポンポンやキャラメルがいっぱい入っていました 金紙をかぶせたりんごやくるみの実が本当になっているようにぶら下がりました。それから青だの赤だの白だののろうそくを百0 0本余りどの枝にもどの枝にもしっかりと刺しました。まるで人間かと思われるほどくりくりした目の人形が葉と葉の間にぶら下がっていました。 まあ人形なんてもみの木はこれまでに見たことがありませんでした木のてっぺんにはピカピカ光る金紙の星を見つけましたこんなにいろいろなもので飾り立てましたからもみの木はそれこそ見違えるように立派になりましたさあ今晩よと その人たた。ちはみんな言っていましたこれで今晩明かりがつきますそれを聞いてもみの木は考えましたいいなあ今晩からだってね早く晩になって明かりがつけばいいなあそれからどんなことがあるだろう森からいろいろな木が会いに来るかしらそれとも すずめたちが窓ガラスのところへ飛んでくるかしらもしかしたらこのままここで根が生えて冬も夏もこうやって飾られたまま立っているのかもしれないそんなふうにあれやこれやと考えるのももっともなことでしたけれどもモミノキはあんまり考えつめたので 体の皮がたくなりましたちょうど人間が頭痛で苦しむように木にとってはこの皮の痛いのはかなり困る病気なのでしたさてろうそくの明かりがつきましたなんという輝かしさなのでしょうなんという立派さなのでしょうもみの木は、 切れに枝という枝をブルブルさせましたそのため一本のろうそくの火が揺れて青い葉に燃え移りましたおかげでかなり焦げました「危ないわ」とお嬢さんたちは叫んで慌てて火を消しましたそこでもみの木は もう体を震わすこともできませんでしたこうなるとそれは全く恐ろしいほどでしたもみの木はせっかくの飾りを一つもなくすまいと心配しましたそれにあんまり明るすぎたのでただもうぼーっとなりましたやがて両開きの扉がさーっと開いて 子どもたちがまるでクリスマスの木ごとたたき落としそうな勢いで飛び込んできました大人たちもそのあとから静かについてきました子どもたちはほんのちょっとの間黙って立っていましたがたちまちわーという騒ぎになって木の周りを踊り回りながら クリスマスの贈り物を一つ一つさらっていきましたこの子たちは何をするんだろう何が始まるんだろうとモミの木は考えましたするうち枝のところまでろうそくはだんだんと燃えていきましたそして一つずつ消されてしまいました やがて木の枝につけてあるものを取ってもいいというお許しが出ましたやれやれ大変子供たちはいきなり木をめがけて飛びつきました木はミシミシと音を立てましたもみの木のてっぺんにつけてある金紙の星がうまく天井に縛りつけてなかったらきっと木は 仰向けにひっくり返されたことでしょう子どもたちはもぎ取った立派なおもちゃを天然に持って踊りまわりましたですから誰一人もう木を振り返って見るものはありませんでしたたった一人ばあやが木につけてあったいちじくやりんごを 子どもたちが取り残してい,いやしないかと思って枝の中に首を差し入れてのぞき込んだだけでしたお話ししてねお話ししてね子どもたちはそう叫んでずんぐりした一人の小さい人を木のところへ引っ張っていきましたその人は、 木の下に腰を下ろしてこう言いました「よしよしこうしていればみなさんは緑の森の中にいるようなものだ」だからこの木もうれしがってお話を聞くだろうだがお話は一つだけだよ「いえであべでのお話をしようかね」 それともだんだんからころげおちたくせにうまく出世して王女さまをお嫁さんにしたでっくりもっくりさんのおはなしをしようかねいえであべで。と五六人の子どもたちはさけびましたするとほかの子どもたちは「でっくりもっくりさん」とさけびました。 みんながそうやって口々にわいわい言い立てるのでがやがやがや、がや大騒ぎになりましたけれどもモミの木ばかりは黙ってこう思っていました「私には相談してくれないのかしら私はこのお仲間ではないのかしら」 なるほど、お仲間には違いないのですけれどももみの木のお役目はもう済んでいましたやがて今の人はだんだんおころげ落ちたくせに出世して王女様をお嫁さんにしたてっくりもっくりさんのお話をしましたお話が済むと 子どもたちはパチパチ手をたたいて「もうひとつしてもうひとつして」と叫び立てました子どもたちはゆえであえでのお話もしてもらいたかったのでしたがでっくりもっくりさんのお話だけで我慢しなければなりませんでしたもみの木はびっくりしたようなそれでいて 考え込んでいるような様子をしていました。だって森の鳥たちはそんな話はちっともしてくれませんでしたからね。でっくりもっくりさんはだんだんから転げ落ちたくせに王女様をお嫁さんにしたとさ。そうだそうだそれが世の中というものなんだと。 もみの木は考えました。そしてあんな立派な人がそう話したんだからそれは本当のことにちがいないと思いました「そうだそうだ私だってだんだんから転げ落ちて王女様お嫁さんにもらうかもしれない」「これで明日もまた明かりをつけてもらって、 おもちゃだの金の果物だので飾られるのだと思ってもみの木はぞくぞくしていましたあしたはもう震えないぞこんなに立派になったのだからうーんとうれしそうな得意らしい顔をしていようきっとまたでっくりもっくりさんのお話をしてもらえるだろうしことによったら アウェでのお話もしてもらえるかもしれないこうしてモミの木はじっと一晩中考え明かしました次の朝飯使いたちがやってきましたあ,あきっともう一度立派に飾り直してくれるんだなあ。 ともみの木は思いました「けれども召使いたちは木を部屋の外へ引きずっていきましたそしてはしご段を上がっていって屋根裏の物置の薄暗い隅へ放り上げましたそこにはまるでお日様の光がさしてきませんでした」。 どううう。したっていうんだろうこんなところで何ができるんだろうこんなところで話をしても何が聞こえるだろう」とモミノキは考えましたそして壁にもたれたままいつまでも飽きずに考え続けていました もうずいぶん時間がありました。なにしろ幾日となく幾晩となく過ぎていきましたからね。けれども誰一人やってはきませんでした。それでもとうとう誰かが上がってきましたが何か二つ三つ大きな箱を。 隅の方へ放り出していったばかりでしたおかげでもみの木はその箱の下敷きになって隠れてしまいましたまあその木のいることなどまるで忘れられてしまったのでしょう今は外は冬なのだ地面はカチコチに凍って 雪がかぶさっている。だからあの人たちは私を植えることができないそれで私は春が来るまでここで囲われているのだ本当になんて考え深い人たちだろうただここがこんなに薄暗い寂しいところでなければいいと思うな何しろ の兎一匹はねてこないんだもの雪が積もってうさぎがそばをはね回ったりする自分あの町外の森の中は随分よかったなそうそう,うさぎがよく頭の上を飛び越えたっけあの時はずいぶん腹が立ったな それもいでは懐かしいそれにくらべてここの屋根裏の恐ろしいほどの寂しさといったらチュうチュう。その時ふと小ネズミが泣きながらちょろちょろとはい出してきましたそのあとからもう一匹の小ネズミが出てきました,ネズミたちは もみの木のにおいをかいでみてえだのあいだをはいまわりましたひどいさむさですねと小鼠たちはいいましたでもここはずいぶんいいところでしょうそうはおもいませんかもみの木のおじいさんわたしはそんなおじいさんじゃないぞ。 モミの木は少し怒って言いました。まだまだぼくより年をとっている木はたくさんあるよ。あなたはどこから来たのいろんなことを知ってるのと小ネズミたちは大変何かを聞きたがっていました。ねえもみの木さん世の中で一番すばらしいところのことを お話ししてください「あなたはそこから来たんでしょう?空」「そら棚の上にチーズが乗っていたり天井からハムがぶら下がっていたり油ろうそくの上で踊りを踊ったりして入るときひょろひょろ出るときむっくりでっくりというようなところにいたんでしょう?」う どうもそんなところは知らないね」とモミノキは言いました。けれど森のことなら知ってるよ。そこではお日さまの光はよく当たるし鳥が歌を歌っているよ。それからモミノキは自分の若かった時のことをすっかり話しました。小ネズミは、 これまでにそんなことをちっとも聞きませんでしたのでめずらしがって聞いていましたそれから後でこう言いましたまあ随分い,いろいろなものをたくさん見たんですね随分幸せだったんですね私がかいそう言われてもみの木は初めて 今自分の話したことを考えてみまして「なるほどそういえば幸せだったよ」そうつまりあの自分が私も一番幸せだったなそれからもみの木はおいしいお菓子やろうそくの明かりで飾られたクリスマスの前の晩の話をしました まあずいぶん幸せだったのねモミノキのおじいさん」と小ネズミが言いました「私はそんなにおじいさんではないというのに」とモミノキは言いました「この冬初めて森の中から出てきたばかりだもの私は今が盛りの年なんだただ少し のっぽに育ちすぎたかもしれないおじさんの話はおもしろいねと子ネズミが言いました次の晩にも子ネズミはほかに4匹の仲間を連れて話を聞きにやってきましたもみの木は話していればいるほどあれもこれもはっきり思い出せました そしてこう考えましたあの時分は本当に幸せだったけれどああいう時代がまたやってくるだろうきっとまたやってくるだろうでっくりもっくりさんはだんだんから転げ落ちたくせに王女様お嫁さんにもらっただから私だって多分王女様を お嫁さんにするかもしれないそれからモミの木は森の中に生えていたかわいらしい白樺の木のことを思い出しましたその白樺の木はほんとにきれいでしたからモミの木にはそれが美しい王女様のように思われました「でっくりもっくりさん」って 誰なんですかと小ネズミたちがたずねまして。モミの木はひとつもまちがえずにそのおはなしをすっかりはなしてやりまして。小ネズミたちはそれはそれはうれしがってモミの木のいちばん高いえだにとびつきそうにしていましたつぎのばんにはもっとたくさんのネズミたちがきました 日曜日には二匹の親ネズミさえ出てきましたけれどこの親ネズミはそんな話は一向面白くないと言いましたそう言われると子ネズミたちも少しがっかりしてしまいましたなるほどそれはせんほど面白く思われませんでしたものね 君の知っているお話はそれ一つきりなのかい?」と親ネズミは言いました「ああこれ一つさ」とモミノキは答えました「何しろ私は生まれて一番幸せだった晩にそのお話を聞いたのだからね」けれどその時はそれがそんなに幸せだとは知らなかった。 ずいぶんつまらないお話だな君は豚の脂身とか油ろうそくというようなものは何にも知らないのかね食べ物屋の話は知らないのかね知らないねともみの木は答えましたそうじゃあどうもありがとう。 親ネズミたちは行って仲間のところへ帰って行きましたとうとう子ネズミたちも行ってしまいましたするとモミの木はまた一りぼっちになったのでため息をつきながら言いました元気のいい子ネズミたちが私を取りまいて面白そうに話を聞いてくれたのは ほんとに愉快だったなだがそれも終わりさでも今にここから運び出されればせいぜいものを楽しく考えることだところでいつそんなことになったでしょうかなるほど あくる朝大勢してガタガタ物置を片づけに来ましたそして箱をどけてもみの木を運び出しましたそれからかなり乱暴に床の上に投げ出しましたやがて一人の下男がそれをそのままはしご段の方へ引きずっていきましたこうしてもみの木はもう一度 日の目を見ることができました「さあまた生き返ったぞ」とモミノキは思いましたモミノキは涼しい風に吹かれて朝のお日様の光に当たりましたそこは本当に家の外の庭の中でしたいろいろなことが目まぐるしいほど 旗でどんどん怒ってくるのでモミの木はすっかり自分のことを忘れてしまいましたぐるりにはたくさん目につくものがありましたこの庭はすぐ花園に続いていてそこにはいろいろの花がいっぱい咲いていましたほんのりいい匂いのするバラが 低い垣根に絡んでいましたし菩提樹もちょうど花盛りでしたツバメたちはその上を飛び回りながらさえずっていましたピーチクピーチクうちの人が帰ってきましたよけれどもそれはもみの木のことではありませんでしたさあいよいよこれから。 私は生きるのだぞ」と嬉しそうな声を出してモミの木は思いっきり枝をいっぱい伸ばしましたけれどやれやれかわいそうにその枝の先はガサガサに干からびて黄色くなっていましたそして自分は庭の隅っこで雑草や茨の中に 転がされていました「金紙の星はまだ頭のてっぺんについていました。そしてその星は明るいお日様の光でキラキラ輝いていました。ところでその時庭にはあのクリスマスの晩この木の周りを飛び回った元気のいい子供たちが遊んでいました。 すると一人一番小さい子がかけてきていきなり金の星をもぎ取ってしまいましたごらんよ汚い古いもみの木にくっついていたんだよその子はそう叫びながら枝を踏んづけましたから枝は靴の下でポキポキ音を立てましたもみの木は、 目の覚めるように美しい花園の中の花を見ましたそしてみすぼらしい自分の姿を見回してみてこれならいっそ物置の暗い片隅に放り出されていた方がよかったと思いましたそれから続いて森の中にいた時の若い自分の姿を目に浮かべました 楽しかったクリスマスの前の晩のことを思い出しましたでっくりもっくりさんのお話を嬉しそうに聞いていた子ネズミたちのことを思い出しました「もうダメだ」だ「もうダだメだ」とかわいそうなもみの木はため息をつきました 楽しめるときに楽しんでおけばよかった「もうだめだもうだめだ」やがて下男が来てもみの木を小さく折って一束の薪につかねてしまいましたそれから大きな湯沸かし釜の下へ突っ込まれてカッカと赤く燃えました の木はそのとき深いため息をつきました。そのため息はパチパチ弾丸のはじける音のようでした。ですからそこらであそんでいる子どもたちはみんなかけてきて火の中をのぞきこみながらパチパチパチとまねをしました。 もみの木は相変わらず深いため息の代わりにパチパチ言いながら森の中の夏の真昼のことや星が輝いている冬の夜半のことを思っていましたまたクリスマスの前の晩のことやたった一つ聞いてしかもその通りにお話できる でっくりもっくりさんの昔話のことを考えていましたするうち木は燃えきってしまいました子供たちはやはり庭で遊んでいましたその一番小さい子は金の星を胸の上につけていましたその星はもみの木が 一生のうちで一番楽しかった晩頭につけていたものでしたけれど今はそれもおしまいになりましたもみの木もそのお話もおしまいになりましたおしまい サンタクロースはいるんだ125年ほど前にニューヨークの「三新聞」という社説に載せられた文章です担当はフランシス・ファーセラス・チャーチ役大久保優サンタクロースはいるんだ本誌は 以下に掲載される当初に対して直ちにお答え申し上げるとともにこのようにまっすぐな方が読者におられることを心からうれしく思います「こんにちは新聞のおじさん私は8歳の女の子です」「実は友達がサンタクロースはいないというのです」 パパはわからないことがあったら「三新聞」というので「本当のことを教えてください」「サンタクロースはいるのですか?バージニアお」バージニアおろんバージニアそれは友達の方が間違っているよ」きっと 何でも疑いたがる年頃で見たことがないと信じられないんだね自分のわかることだけが全部だと思ってるんだろうでもねバージニア大人でも子供でも何もかもわかるわけじゃないこの広い宇宙では人間って小さな小さなものなんだ 僕たちにはこの世界のほんの少しのことしかわからないし本当のことを全部分かろうとするにはまだまだなんだ実はねバージニアサンタクロースはいるんだ愛とか思いやりとかいたわりとかがちゃんとあるように サンタクロースもちゃんといるしそういうものがあふれているおかげで人の毎日は癒されたり潤ったりするもしサンタクロースがいなかったらものすごくさみしい世の中になってしまうバージニアみたいな子がこの世にいなくなるくらいものすごくさみしいことなんだ サンタクロースがいないってことは子どもの素直な心も作り事を楽しむ心も人を好きって思う心もみんなないってことになる見たり聞いたり触ったりすることでしか楽しめなくなるし世界を いつも温かくしてくれる子どもたちの輝きも消えてなくなってしまうだろうサンタクロースがいないだなんて言うのなら妖精もいないって言うんだろうねだったらパパに頼んでクリスマスイブの日煙突という煙突全部を見張らせてサンタクロースを待ち伏せしてごらん。 サンタクロースが入ってくるのが見られずに終わっても何にも変わらないそもそもサンタクロースは人の目に見えないものだしそれでサンタクロースがいないってことにもならない本当の本当っていうのは子供にも大人にも誰の目にも見えないものなんだよ 妖精がでで遊んでいるところ、誰か見た人っているかなうんいないよねでもそれでないって決まるわけじゃない世界で誰も見たことがない見ることができない不思議なことって誰にもはっきりとはつかめないんだあの ガガラガラっておもちゃ。中を開ければ玉が音を鳴らしてるってことがわかるよね。でも目に見えない世界にはどんなに力があってもどれだけ束になってかかってもこじ開けることのできないカーテンみたいなものがかかってるんだ。素直な心とかあれこれたくましくすることしたもの。 それから寄り添う気持ちや誰かを好きになる心だけがそのカーテンを開けることができてその向こうのすごくきれいで素敵なものを見たり描いたりすることができる嘘じゃないかってバージニアいつでもどこでもこれだけは本当のことなんだよ サンタクロースはいない「いや今この時もこれからもずっといる」「バージニア何千年いやあと十万年たってもサンタクロースはいつまでも子供たちの心をワクワクさせてくれると思うよ」 その後、バージュニアはニューヨークの学校の先生になって47年間子供たちを教え続けたそうですおしまいナレーターのぐっすりお休み朗読。 サンタクロースがやってきたヘンリー・リビングストン・ジュニア文大久保裕役クリスマスイブのことどこのお家も人もネズミもひっそりしてる暖炉の下着は靴下ブラリン。サンタが来るのを 今か止まってる子供たちはぐっすりすやすやお菓子の夢を見てる最中妻はスカーフ僕は帽子をかぶって眠ろうとベッドに着いたその時外から物音が聞こえてきたから僕は飛び起きて確かめに行ったんだ。 ものすごい速さで窓に駆け寄り鍵を外してガラガラ開けて積もったばかりの雪がお月様の光でお昼みたいに明るくってびっくりしてるとなんだか見えたんだ小さなソリとちっちゃなトナカイ8頭も。 乗ってるおじさんも元気いっぱい。きっとサンタクロースだって思ってね。飛んでくトナカイは鳥よりも早く。サンタは口笛吹いて名前を大声で。おい、ダッシャーダンサープランサービクセン。空、コメットキュービットダンダーブリクセム。屋根を登って、 をっ「空行くぞ」「嵐に巻き込まれた落ち葉みたいに当たる手前で真上に上がってトナカイは屋根の上へたどりつきソリはおもちゃ満載」「サンタもいるけど」するとすぐに屋根の上から音がして トナカイのひずめがパカランパカラン頭を引っ込め振り返ってみるとドスンとサンタが煙突を落ちてきて上から下までふわふわの服どこもかしこも灰とすすで真っ黒けおもちゃの袋をどさりとおろして 大事そうに中を開けてさ目はキラキラえくぼもにっこりバラ色ほっぺにさくらんぼのお花おどけた口は弓の形であごひげは雪みたいに真っ白口にくわえたパイプのけむりが頭の上で渦を巻いてて 真っ赤なお顔に出っぷりおなか大きく笑えばおなかもプルプルぽっちゃりした愉快なおじさん思わず僕も笑っちゃってこっちが怖がってないとわかると首をかしげてウィンクくれてそれから何にも言わずにそのまま靴下にプレゼントを入れて くるり「指を口にシッと当ててこくりうなずいて煙突をのぼっていった」「サンタがそれに乗って口笛吹くとトナカイは走りだしてふわふわ空の向こうへ」「でも見えなくなる間際に聞こえてきたんだ」 メリークリスマスおやすみってねおしまい。 もみの木。ハンスクリスティアンアンデルセン作。楠山正夫役。町外の森に一本とても可愛らしいもみの木がありました。そのもみの木はいいところに生えていて、日当たりはよく。 風通しも十分で近くにはお仲間の大きなもみの木や張りもみの木がぐるり取り巻いていましたでもこの小さなもみの木はただもう大きくなりたいとそればっかり願っていましたですから森の中で暖かいお日様の光の当たっていることや 涼しい風の吹くことなどは何とも思っていませんでした。また黒いちごやオランダいちごを摘みに来てそこいらじゅう面白そうに駆け回ってぺちゃくちゃおしゃべりしている百姓の子供たちも気にかからないようでした。子供たちはつぼいっぱいいちごにしてしまうと そのあとのイチゴはわらでつないでほっとして小さいもみの木のそばに腰を下ろしましたそして「ああずいぶんかわいいもみの木だな」と言いましたけれどそんなことを言われるのがこのもみの木は嫌で嫌でなりませんでした 次の年もみの木は新芽一つだけはっきり伸びその次の年には続いてまた芽一つだけ大きくなりましたそんなふうにもみの木の年は毎年増えてゆく節の数を数えてみればわかりました小さいもみの木は ためきをついてこういいました「わたしもほかのきのようにおおきかったらさぞいいだろうなあ」そうすればえだをうんとのばしてたかいこづえのうえからひろいよのなかをみわたすんだけどそうすればとりはわたしのえだにすをかけるだろうしかぜがふけば 他の木のように私も覆うようにこっくりこっくりして見せてやるのだがなあ」「こんな風でしたからモミの木はお日様の光を見ても飛ぶ鳥を見てもそれから朝夕頭の上をスースー流れていくバラ色の雲を見てもちっ ともししくありませんでしたやがて冬になりましたほうぼう雪が白く積もってキラキラ輝きましたするとどこからか一匹のノウサギが毎日のように来てモミの木の頭を飛び越え飛び越えして遊びましたあ実に嫌だったらありません でもそれからのちふたふゆ通り越すともみの木はかなり背が高くなりましたからうさぎはもうただそのまわりをぴょんぴょん跳ね回っているだけでしたああうれしいだんだん育っていっていまに大きな年をとった木になるんだ世の中にこんなにすばらしいことはない モミの木はこんなことを考えていました秋になるといつも木こりがやってきて一番大きい木を二三本切り出しますこれは毎年のお決まりでしたその時は見上げるほど高い木がドシンという大きな音を立てて地面の上に倒されました そして枝を切り落とされ太い幹の皮を剥がれ丸裸の細っこいものにされてとうとう木だかなんだかわけのわからないものになるとこの若いもみの木はそれを見て怖がって震えましたけれどもそれが荷車に積まれて馬に引かれて森を出ていく時 モミの木はこう独り言を言って不思議がっていましたみんなどこへ行くんだろう一体どうなるんだろう春になってツバメとコウノトリが飛んできた時モミノキは早速その訳を尋ねましたねえ 本当にどこへ連れれて行かれたんでしょうねあなた方途中でお会いになりませんでしたか?」ツバメは何にも知りませんでしたけれどもコウノトリはしきりと考えていましたそして長い首を合点合点させながらこう言いました そうさね私は知っていると思うよそれはねエジプトから飛んでくる途中新しい船にたくさん私は出会ったのだがどの船にもみんな立派な穂柱が立っていた私はきっとこの穂柱がお前さんの言うモミの木だと思うのだよだってそれにはモミの木の匂いがしていたもの そこで何べんでも私はおことづけを言います「大きくなるんだ大きくなるんだ」ってねまあ私も遠い海を越えていけるくらいな大きい木だったらさぞいいだろうなけれどコウノトリさん一体海ってどんなものそれは、 どんなふうに見えるでしょうそうさなあちょっと一口にはとても言えないよコウノトリはこう言ったままどこかへ飛んでいってしまいましたその時空の上でお日さまの光が親切にこう言ってくれました若い間が 何よりもいいのだよ。ずんずん伸びて育っていく若い時ほど楽しいことはないのだよ。すると風ももみの木に優しく接吻してくれました。つゆもハラハラとおらしい涙をかけてくれました。けれどももみの木にはそれかどういうわけか。 わかりませんでした。クリスマスが近くなってくると若い木が何本も切り倒されました中にはこのもみの木よりも若い小さいのがありましたしまた同い年ぐらいのもありましたですからもみの木は自分も早く よその世界へ出たがって毎日気が気でありませんでしたそういう若い木たちは中でもことに枝ぶりの美しい木でしたからそれなり切られて車に積まれて馬に引かれて森を出ていきましたどこへ行くんだろう あの木たちはみんな私より小さいし中にはずっと小さいのもあるそれからまたなんだって枝を切り落とされないんだろう一体どこへ連れて行かれるんだろうモミの木はこう言って聞くとそばでスズメたちがさえずって言いました「知ってるよ。 知ってるよ。町へ行った時僕たちは窓から覗いたから知っているよみんなはそりゃあ素晴らしいほど立派になるんだよ窓から覗くとね温かいお部屋の真ん中に小さなもみの木はみんな立っていたよ金色のリンゴだの蜜のお菓子だのおもちゃだのそれから 何百とも知れないろうそくなので、それはそれはきれいに飾られていたっけ？で、それからともみの木は？残らずの枝を震わせながら尋ねました。ねえ。それからどうしたの？うん、それからどうしたか？僕たちは知らないよ。 とにかくあんなきれいなものはほかではみたことがないねああ、どうかしてそんなはなばなしい運がめぐってこないかなあ」ともみのきはとんきょうな声をあげましたそれこそ白いうをかけて遠い海をこえていくよりもずっとよさそうだ。 ああ行きたいな行きたいな早くクリスマスが来ればいいな私はもう去年連れて行かれた木と同じぐらい背が高くなったしすっかり大きく育ってしまったあどうかして早く荷車の上に積まれるようになればいいなそして目の覚めるように立派になって 暖かい部屋に住みたいものだなだがそれからはそれからはどうなるだろう多分それからはもっといいことが起こるだろうもっと面白いことにぶつかるだろうもしそうでなければ。 そんなにきれいに私たたちを飾っておくはずがないものきっと何か大したことが起こるんだろう素晴らしいことがやってくるんだろうだがそれはなんなんだろうななんだかわからないがただ行きたいあーたまらないぞもう自分で自分がわからないんだ その時また「風とお日様の光とが優しく声をかけました」「私たちの中にいる方が気楽だよ。この広々とした中で元気のいい若い時を十分に楽しむのがいいのだよ」「けれどももみの木は」 そんなことを聞いてもちっともうれしくありませんでした。こうして冬が去って夏も過ぎました。もみの木はずんずん育っていっていつもいつも生き生きした緑の葉をかぶっていました。ですから誰もこのもみの木を見た人で なんてまあきれいな木だろうねと言わないものはありませんでしたそれでクリスマスの季節になるとこのもみの木はとうとう真っ先に切られましたその時斧が木の芯まで切り込んだのでもみの木はうめき声を立てて地の上に倒れました 体中きずきいたんでだんだん気が遠くなりました考えてみるとうれしいどころではありません自分が初めて目を出した森の家から離れるのはしみじみ悲しいことでした子どもの時からおなじみの小さな木や花などにも それかたぶん小鳥たちにももう会えないだろうと思いました全く旅に出るというのはつらいものに違いありませんでしたやっと正気づいてみるとモミの木はほかの木と一緒にわらにくるまれてどこかのうちの庭の中に置かれていました そばでは一人の男がこう言っていました「この木はすてきだなあこれ一本あればたくさんだ」そこへはっぴを着た二人の男がやってきましたそしてもみの木を立派に飾った大きな部屋に運んでいきました部屋の壁には いいいろろな額がかかっていました「タイル張りの大きな暖炉のそばには獅子の蓋のついた青磁の亀が置いてありましたそこにはユり椅子だの絹張りのソファーだのそれから少なくとも子供たちの言い分通りだとすると100円の100倍もする絵本や おもちゃののっているおおきなテーブルなどがありましたもみのきはすながいっぱいはいっているおおきなおけのなかにいれられましたけれどだれのめにもそれはおけとはみえませんでしたそれはあおあおしたきれでつつまれて 美しい色模様の敷物の上に置いてありましたまあこの先どんなことになるのかしらもみの木はブルブル震えていました飯使いたちについてお嬢さんたちも出てきてもみの木のお飾りを始めました枝には色紙を切りこまざいて作った 網をかけました。その網の袋にはどれもポンポンやキャラメルがいっぱい入っていました金紙をかぶせたリンゴやクルミの実が本当になっているようにぶら下がりましたそれから青だの赤だの白だののろうそくを100本余りどの枝にもどの枝にもました。 かりと刺し,ま,したまるで人間かと思われるほどクリクリした目の人形が葉と葉の間にぶら下がっていましたまあ人形なんてモミの木はこれまでに見たことがありませんでした木のてっぺんにはピカピカ光る金髪の星を見つけました こんなにいろいろなものでかざりたてましたからもみのきはそれこそみちがえるようにりっぱになりましたさあこんばんよとそのひとたちはみんないっていましたこれで今晩明かりがつきます。それをきいてもみのきはかんがえましたいいなあこんばんからだってね。 ばんになってあかりがつけばいいなあそれからどんなことがあるだろう森からいろいろなきがあいにくるかしらそれともすずめたちがまどがらすのところへとんでくるかしらもしかしたらこのままここでねがはえてふゆもなつもこうやってかざられたままたっているのかもしれない。 そんなふうにあれやこれやと考えるのももっともなことでしたけれどももみの木はあんまり考えつめたので体の皮が痛くなりましたちょうど人間が頭痛で苦しむように木にとってはこの皮の痛いのはかなり困る病気なのでしたさて ろうそくの明かりがつきましたなんという輝かしさなのでしょうなんという立派さなのでしょう」「もみの木はうれしまぎれに枝という枝をブルブルさせましたそのため一本のろうそくの火が揺れて青い葉に燃え移りました」「おかげでかなり焦げました」 危ないわとお嬢さんたちは叫んで慌てて火を消しましたそこでモミノキはもう体を震わすこともできませんでしたこうなるとそれは全く恐ろしいほどでしたモミノキはせっかくの飾りを一つもなくすまいと心配しましたそれにあんまり明るすぎたので ただもうぼーっとなりましたやがて両開きの扉がさーっと開いて子どもたちがまるでクリスマスの着ごと叩き落としそうな勢いで飛び込んできました大人たちもその後から静かについてきました子どもたちはほんのちょっとの間黙って立っていましたが たちまちワーっという騒ぎになって木の周りを踊り回りながらクリスマスの贈り物を一つ一つさらっていきましたこの子たちは何をするんだろう何が始まるんだろうともみの木は考えましたするうち枝のところまで ろうそくはだんだんと燃えていきましたそして、一つずつ消されてしまいました。やがて、木の枝につけてあるものを取ってもいいというお許しが出ました。やれやれ、大変。子供たちは、いきなり木をめがけて飛びつきました。木はみしみしと音を立てました。 もみの木のてっぺんにつけてある金紙の星がうまく天井に縛りつけてなかったらきっと木はあおむけにひっくり返されたことでしょう子どもたちはもぎ取った立派なおもちゃを天然に持って踊り回りましたですから誰一人もう 木を振りりって見るものはありませんでしたたった一人ばあやが木につけてあったいちじくやりんごを子どもたちが取り残してい,いやしないかと思って枝の中に首を差し入れてのぞき込んだだけでしたお話ししてねお話ししてね 子供たちはそうさけんでずんぐりしたひとりのちいさいひとをきのところへひっぱっていきましたそのひとはきのしたにこしをおろしてこういいましたよしよしこうしていればみなさんはみどりのもりのなかにいるようなものだだからこのきもうれしがって お話を聞くだろう。だがお話はなしはひとつだけだよ「いえであうえで」のおはなしをしようかねそれともだんだんからころげおちたくせにうまく出世しておうじょさまをおよめさんにしたでっくりもっくりさんのおはなしをしようかね「いえであうえで」 と、5 6人の子供たた。ちは叫びましたすると他の子供たちは「でっくりもっくりさん!」と叫びましたみんながそうやって口々にわいわい言い立てるのでがやがや、がや,がやがや、大騒ぎになりましたけれどももみの木ばかりは「黙って」 こう思っていました。私には相談してくれないのかしら私はこのお仲間ではないのかしらなるほどお仲間には違いないのですけれどももみの木のお役目はもう済んでいましたやがて今の人は だんだんを転げ落ちたくせに出世して王女様をお嫁さんにしたてっくりもっくりさんのお話をしましたお話が済むと子供たちはパチパチ手をたたいて,て「もうひつしてもうひつして」と叫び立てました子供たちは家であえでのお話もしてもらいたかったのでしたが でっくりもっくりさんのお話だけで我慢しなければなりませんでしたもみの木はびっくりしたようなそれでいて考え込んでいるような様子をしていましただって森の鳥たちはそんな話はちっともしてくれませんでしたからねでっくりもっくりさんは だだんだんから転げ落ちたくせに王女様をお嫁さんにしたとさ「そうだそうだそれが世の中というものなんだ」ともみの木は考えましたそしてあんな立派な人がそう話したんだからそれは本当のことにちがいないと思いました そうだそうだ私だってだんだんから転げ落ちて王女様をお嫁さんにもらうかもしれないこれで明日もまた明かりをつけてもらっておもちゃだの金の果物だので飾られるのだと思ってもみの木はぞくぞくしていました明日はもう震えないぞ。 「こんなに立派になったのだからうーんと嬉しそうな得意らしい顔をしていよう」「きっとまたでっくりもっくりさんのお話をしてもらえるだろうしことによったらゆえであえでのお話もしてもらえるかもしれない」こうしてもみの木はじっと一晩中考え明かしました。 次の朝召使いたちがやってきました「ああきっともう一度立派に飾り直してくれるんだなあ」とモミの木は思いましたけれども召使いたちは木を部屋の外へ引きずっていきましたそしてはしご段を上がっていって屋根裏の物置の 薄暗い隅へ放り上げましたそこにはまるでお日様の光がさしてきませんでした「どうしたっていうんだろうこんなところで何ができるんだろうこんなところで話をしても何が聞こえるだろう」とモミノキは考えましたそして 壁にもたれたままいつまでも飽きずに考え続けていました「もう随分時間がありました」「何しろ幾日となく幾晩となく過ぎていきましたからね」「けれども誰一人やってはきませんでした」 それでもとうとうだれかがあがってきましたがなにかふたつみつおおきなはこをすみのほうへほうりだしていったばかりでしたおかげでもみのきはそのはこのしたじきになってかくれてしまいましたまあそのきのいることなどまるでわすれられてしまったのでしょう 今は外は冬なのだ地面はカチコチに凍って雪がかぶさっているだからあの人たちは私を植えることができないそれで私は春が来るまでここで囲われているのだ本当になんて考え深い人たちだろうただ ここがこんなに薄暗い寂しいところでなければいいと思うな何しろ野うさぎ一匹跳ねてこないんだもの雪が積もってうさぎがそばを跳ね回ったりする自分あの町外の森の中はずいぶんよかったなそうそううさぎがよく 頭の上を飛び越えたっけあの時は随分腹が立ったなそれも今では懐かしいそれに比べてここの屋根裏の恐ろしいほどの寂しさといったらちゅうちゅう。その時ふと小鼠が泣きながら ちちょろちょろろとはいししてきましたそのあとからもう一匹の子ネズミが出てきましたネズミたちはモミの木のにおいを嗅いでみて枝の間をはい回りました「ひどい寒さですね」と子ネズミたちは言いました「でもここはずいぶんいいところでしょう?」 「そうはおもいませんかモミノキのおじいさん」「わたしはそんなおじいさんじゃないぞ」とモミノキはすこしおこっていいました「まだまだぼくよりとしをとっているきはたくさんあるよ」「あなたはどこからきたのいろんなことをしってるの?と」とコネズミたちは。 大変何かを聞きたがっていまして。ねえもみのきさん世の中で一番すばらしいところのことをお話ししてください。あなたはそこから来たんでしょそら棚の上にチーズがのっていたり天井からハムがぶら下がっていたり油ろうそくの上で踊りを踊ったりして入るとき。 ひょろひょろ出るときむっくりでっくりというようなところにいたんでしょう。どうもそんなところは知らないねともみのきは言いました。けれど森のことなら知ってるよ。そこではお日さまの光はよく当たるし鳥が歌を歌っているよ。 それからもみのきは自分の若かった時のことをすっかり話しました。子ネズミはこれまでにそんなことをちっとも聞きませんでしたのでめずらしがって聞いていました。それから後でこう言いました。まあずいぶんいろいろなものをたくさん見たんですね。 ずいぶん幸せだったんですね私わたしがかいそう言われてもみの木ははじめていま自分の話したことを考えてみました。なるほどそういえば幸せだったよ。そうつまりあの自分がわたしもいちばん幸せだったな。 それからもみのきはおいしいお菓子やろうそくのあかりでかざられたクリスマスのまえのばんのはなしをしました。まあずいぶんしあわせだったのねもみのきのおじいさん」と小ネズミがいいました。わたしはそんなにおじいさんではないというのにともみのきはいいました。 この冬初めて森の中から出てきたばかりだもの。私は今が盛りの年なんだ。ただ少しのっぽに育ちすぎたかもしれない。おじさんの話は面白いねと小鼠が言いました。次の晩にも小鼠はほかに四匹の仲間を連れて。 もみのきは話していればいるほどあれもこれもはっきり思い出せましたそしてこう考えました「あの自分は本当に幸せだったけれどああいう時代がまたやってくるだろうきっとまたやってくるだろう」。 でっくりもっくりさんはだんだんから転げ落ちたくせに王女様お嫁さんにもらっただから私だって多分王女様をお嫁さんにするかもしれないそれからモミの木は森の中に生えていたかわいらしい白樺の木のことを思い出しましたその白樺の木はほんとにきれいでしたから モミの木にはそれが美しい王女様のように思われました「でっくりもっくりさんって誰なんですか?と」と小ネズミたちが尋ねましたもみの木は一つも間違えずにそのお話をすっかり話してやりました小ネズミたちはそれはそれはうれしがって もみの木の一番高い枝に飛びつきそうにしていました次の晩にはもっとたくさんのネズミたちが来ました日曜日には二匹の親ネズミさえ出てきましたけれどこの親ネズミはそんな話は一向面白くないと言いましたそう言われると 子ネズミたちも少しがっかりしてしまいました。なるほどそれはせんほどおもしろく思われませんでしたものね。君の知っているお話はそれ一つきりなのかいと親ネズミは言いました。ああこれ一つさともみの木は答えました。何しろ私は 生まれて一番幸せだった晩にそのお話を聞いたのだからねけれどその時はそれがそんなに幸せだとは知らなかった随分つまらないお話だな君は豚の脂身とか脂ろうそくというようなものは何にも知らないのかね 食べやの話は知らないのかね?」「知らないねえ」とモミノキは答えましたそうじゃあどうもありがとうと親ネズミたちは言って仲間のところへ帰っていきましたとうとう子ネズミたちも行ってしまいましたすると、 もみの木はまたとりぼっちになったのでため息をつきながら言いました。元気のいいこネズミたちが私を取り巻いて面白そうに話を聞いてくれたのは本当に愉快だったな。だがそれも終わりさ。でも今にここから運び出されれば。 せいぜいものを楽しく考えることだところでいつそんなことになったでしょうかなるほど明くる朝大勢してガタガタ物置を片づけに来ましたそして箱をどけてもみの木を運び出しました それからかなり乱暴に床の上に投げ出しましたやがて一人の下男がそれをそのままはしご壇の方へ引きずっていきましたこうしてもみの木はもう一度日の目を見ることができました「さあまた生き返ったぞ」ともみの木は思いましたもみの木は 涼しい風に吹かれて朝のお日様の光に当たりましたそこは本当に家の外の庭の中でしたいろいろなことが目まぐるしいほど旗でどんどん起こってくるのでもみの木はすっかり自分のことを忘れてしまいましたぐるりには たくさん目につくものがありました。この庭はすぐ花園に続いていて。そこにはいろいろの花がいっぱい咲いていました。ほんのりいい匂いのするバラが。低いかきねぎ絡んでいましたし。菩提樹もちょうど花盛りでした。燕たちはその上を飛び回りながらさえずっていました。 ピーチクピーチクうちのひとがかえってきましたよけれどもそれはもみのきのことではありませんでした「さあいよいよこれからわたしは生きるのだぞ」とうれしそうな声をだしてもみのきはおもいっきりえだをいっぱいのばしましたけれど やれやれかわいそうにその枝の先はガサガサに干からびて黄色くなっていましたそして自分は庭の隅っこで雑草やいばらの中に転がされていました金髪の星はまだ頭のてっぺんについていましたそしてその星は 明るいお日さまの光できらきら輝いていましたところでその時庭にはあのクリスマスの晩この木の周りを飛び回った元気のいい子どもたちがあそんでいましたすると一人一番小さい子がかけてきていきなり金の星をもぎ取ってしまいましたごらんよ 汚い古いもみの木にくっついていたんだよその子はそう叫びながら枝を踏んづけましたから枝は靴の下でポキポキ音を立てましたもみの木は目の覚めるように美しい花園の中の花を見ましたそしてみすぼらしい自分の姿を見回してみて これならいっそ物置の暗い片隅に放り出されていた方がよかったと思いましたそれから続いて森の中にいた時の若い自分の姿を目に浮かべました楽しかったクリスマスの前の晩のことを思い出しましたでっくりもっくりさんのお話をうれしそうに聞いていた 子ネズミたちのことを思い出しました「もうダメだ」だ「もうダだメだ」とかわいそうなモミの木はため息をつきました「楽しめる時に楽しんでおけばよかった」もうだめだ「もうダメだ」「もうダメだ」 やがて下男が来てもみの木を小さく折って一束の薪につかねてしまいましたそれから大きな湯沸かし釜の下へ突っ込まれてカッカと赤く燃えましたもみの木はその時深いため息をつきましたそのため息はパチパチ弾丸のはじける音のようでした ですからそこらであそんでいる子どもたちはみんなかけてきて火の中をのぞきこみながらパチパチパチとまねをしましたもみの木はあいかわらず深いため息のかわりにパチパチ言いながら森の中の夏の真昼のことや星がかがやいている冬の 夜のことを思っていましたまたクリスマスの前の晩のことやたった一つ聞いてしかもその通りにお話できるでっくりもっくりさんの昔話のことを考えていましたするうち木は燃えきってしまいました子供たちはやはり庭で遊んでいました その一番小さい子は金の星を胸の上につけていました。その星はもみの木が一生のうちで一番楽しかった晩頭につけていたものでした。けれど今はそれもおしまいになりました。もみの木もそのお話も。 おしまいになりました。おしまい。サンタクロースはいるんだ。百二十五年ほど前に。ニューヨークの三新聞という社説に載せられた文章です。担当はフランシス。 ファーセラスチャーチ訳大久保雄サンタクロースはいるんだ本誌は以下に掲載される当初に対して直ちにお答え申し上げるとともにこのようにまっすぐな方が読者におられることを心から嬉しく思います こんにちは新聞のおじさん私は8歳の女の子です実は友達がサンタクロースはいないというのですパパはわからないことがあったらサン聞というので本当のことを教えてくださいサンタクロースはいるのですか バージニアお反論バージニアそれは友達の方が間違っているよきっと何でも疑いたがる年頃で見たことがないと信じられないんだね自分のわかることだけが全部だと思ってるんだろうでもねバージニア 大人でも子供でも何もかもわかるわけじゃないこの広い宇宙では人間って小さな小さなものなんだ僕たちにはこの世界のほんの少しのことしかわからないし本当のことを全部わかろうとするにはまだまだなんだ 実はね、バージニア、サンタクロースはいるんだ愛とか思いやりとかいたわりとかがちゃんとあるようにサンタクロースもちゃんといるしそういうものがあふれているおかげで人の毎日は癒されたり潤ったりするもしサンタクロースがいなかったら ものすごく寂しい世の中になってしまうバージニアみたいな子がこの世にいなくなるくらいものすごく寂しいことなんだサンタクロースがいないってことは子どもの素直な心も作り事を楽しむ心も人を好きって思う心もみんなないってことになる。 見たり聞いたり触ったりすることでしか楽しめなくなるし世界をいつも温かくしてくれる子どもたちの輝きも消えてなくなってしまうだろうサンタクロースがいないだなんて言うのなら妖精もいないって言うんだろうねだったらパパに頼んでクリスマスイブの日 煙突という煙突全部を見張らせてサンタクロースを待ち伏せしてごらんサンタクロースが入ってくるのが見られずに終わっても何にも変わらないそもそもサンタクロースは人の目に見えないものだしそれでサンタクロースがいないってことにもならない本当の本当っていうのは 子供ににも、も、大人にも誰の目にも見えないものなんだよ妖精が原っぱで遊んでいるところ誰か見た人っているかなうんいないよねでもそれでないって決まるわけじゃない世界で誰も見たことがない見ることができない不思議なことって 誰にもはっきりとはつかめないんだあのガラガラっておもちゃ中を開ければ玉が音を鳴らしてるってことがわかるよねでも目に見えない世界にはどんなに力があってもどれだけ束になってかかってもこじ開けることのできないカーテンみたいなものがかかってるんだ 素直な心とかあれこれたくましくすることしたものそれから寄り添う気持ちや誰かを好きになる心だけがそのカーテンを開けることができてその向こうのすごくきれいで素敵なものを見たり描いたりすることができる嘘じゃないかってバージニア いつでもどこでもこれだけは本当のことなんだよサンタクロースはいないいや今この時もこれからもずっといるバージニア何千年いやあと十万年たってもサンタクロースはいつまでも子供たちの心を ワクワクさせてくれると思うよその後バージニアはニューヨークの学校の先生になって47年間子どもたちを教え続けたそうです「おしまい」。 ナレータータのぐっすりおやすみ朗読「サンタクロースがやってきた」「ヘンリー・リビングストン・ジュニア文」「大久保裕役」「クリスマスイブのことどこのお家も人もネズミもひっそりしてる」 暖炉の下には靴下ぶらりんサンタが来るのを今か止まってる子供たちはぐっすりすやすやお菓子の夢を見てる最中妻はスカーフ僕は帽子をかぶって眠ろうとベッドに着いたその時外から 物音が聞こえてきたから僕は飛び起きて確かめに行ったんだものすごい速さで窓に駆け寄り鍵を外してガラガラ開けて積もったばかりの雪がお月様の光でお昼みたいに明るくってびっくりしてるとなんだか見えたんだ 小さなソリとちっちゃなトナカイハットも乗ってるおじさんも元気いっぱいきっとサンタクロースだって思ってね飛んでくトナカイは鳥よりも速くサンタは口笛吹いて名前を大声で「おいダッシャーダンサープランサービクセン」 空コメットキュービットダンダブリクセム屋根を登って壁を登って行くぞ行くぞ空行くぞ嵐に巻き込まれた落ち葉みたいに当たる手前で真上に上がってトナカイは屋根の上へたどり着きソリはおもちゃ満載 サンタもいるけど。するとすぐに屋根の上から音がしてトナカイのひずめがパカランパカラン頭を引っ込め振り返ってみるとドスンとサンタが煙突を落ちてきて上から下までふわふわの服どこもかしこも灰とすすで真っ黒け。 おもちゃの袋をどさりとおろして大事そうに中を開けてさ目はキラキラえくぼもにっこりバラ色ほっぺにさくらんぼのお花おどけた口は弓の形であごひげは雪みたいに真っ白口にくわえたパイプのけむりが 頭の上で渦を巻いてて、真っ赤なお顔に出っぷりお腹。大きく笑えばお腹もプルプルぽっちゃりした愉快なおじさん思わず僕も笑っちゃってこっちが怖がってないとわかると首をかしげてウィンクくれて。 それから何にも言わずにそのまま靴下にプレゼントを入れてくるり指を口にシッと当ててこくりうなずいて煙突をのぼっていった」「サンタがそれに乗って口笛吹くとトナカイは走りだしてふわふわ空の向こうへ」 「でも見えなくなる間際に聞こえてきたんだ」「メリークリスマスおやすみ」ってねおしまい。 ハンスクリスティアンアンデルセン作。楠山正男役。街外の森に。一本。とても可愛らしいもみの木がありました。そのもみの木は。いいところに生えていて。日当たりはよく。風通しも十分で。近くには。 お仲間の大きなもみの木や張りもみの木がぐるり取り巻いていました。でもこの小さなもみの木はただもう大きくなりたいとそればっかり願っていました。ですから森の中で暖かいお日様の光の当たっていることや涼しい風の吹くことなどは なんとも思ってい「ませんでしたまた黒いちごやオランダいちごを摘みに来てそこいら中面白そうに駆け回ってぺちゃくちゃおしゃべりしている百姓の子供たちも気にかからないようでした」「子供たちは壺いっぱいいちごにしてしまうとそのあとのいちごはわらでつないで ほっとして小さいもみの木のそばに腰を下ろしましたそして「ああい,いぶんかわいいもみの木だな」と言いましたけれどそんなことを言われるのがこのもみの木は嫌で嫌でなりませんでした次の年もみの木は 新芽一つだけはっきり伸びその次の年には続いてまた芽一つだけ大きくなりましたそんなふうにもみの木の年は毎年増えてゆく節の数を数えてみればわかりました小さいもみの木はため息をついてこう言いました 私も他の木のように大きかったらさぞいいだろうなあそうすれば枝をうんと伸ばして高い小杖の上から広い世の中を見渡すんだけどそうすれば鳥は私の枝に巣をかけるだろうし風が吹けば他の木のように私も覆うようにこっくりこっくり。 してみせてやるのだがなこんなふうでしたからもみのきはおひさまのひかりをみてもとぶとりをみてもそれからあさゆうあたまのうえをすうすうながれていくばらいろのくもをみてもちっともうれしくありませんでしたやがてふゆになりました ほうぼう雪が白く積もってキラキラ輝きましたするとどこからか一匹の野うさぎが毎日のように来てもみの木の頭を飛び越え飛び越えして遊びましたああ、実に嫌だったらありませんでもそれからのちふた冬通り越すと もみの木はかなり背が高くなりましたからうさぎはもうただそのまわりをぴょんぴょん跳ね回っているだけでしたああうれしいだんだん育っていっていまに大きな年をとった木になるんだ世の中にこんなにすばらしいことはないもみの木は ここんなことを考えていました「秋になるといつも木こりがやってきて一番大きい木を二三本切り出します」「これは毎年のお決まりでした」「その時は見上げるほど高い木がドシンという大きな音を立てて地面の上に倒されました」「そして枝を切り落とされ 太い幹の皮を剥がれ丸裸の細っこいものにされてとうとう木だかなんだかわけのわからないものになるとこの若いもみの木はそれを見て怖がって震えましたけれどもそれが荷車に積まれて馬に引かれて森を出ていく時もみの木は こう独り言を言って不思議がっていましたみんなどこへ行くんだろう一体どうなるんだろう春になってツバメとコウノトリが飛んできた時モミノキは早速その訳を尋ねましたねえほんとにどこへ連れていかれたんでしょうね あなた方途中でお会いになりませんでしたか？ツバメは何にも知りませんでした。けれどもコウノトリはしきりと考えていました。そして長い首をがっ転がっ転させながらこう言いました。そうさね。 私は知っていると思うよそれはねエジプトから飛んでくる途中新しい船にたくさん私は出会ったのだがどの船にもみんな立派な穂柱が立っていた私はきっとこの穂柱がお前さんの言うモミの木だと思うのだよだってそれにはモミの木の匂いがしていたもの そここでで何遍でも私はおことづけを言います。「大きくなるんだ大きくなるんだってね」「まあ私も遠い海を越えていけるくらいな大きい木だったらさぞいいだろうな」けれどコウノトリさん一体海ってどんなものそれは どんなふうに見えるでしょうそうさなあちょっと一口にはとても言えないよコウノトリはこう言ったままどこかへ飛んでいってしまいましたその時空の上でお日さまの光が親切にこう言ってくれました若い間が 何よよ。りもいいのだよずんずんのびて育っていく若い時ほど楽しいことはないのだよすると風ももみの木にやさしくせっぷんしてくれましたつゆもハラハラとしおらしい涙をかけてくれましたけれどももみの木にはそれかどういうわけか わかりませんでしたクリスマスが近くなってくると若い木が何本も切り倒されました中にはこのモミの木よりも若い小さいのがありましたしまた同い年ぐらいのもありましたですからモミの木は自分も早く よその世界へ出たがって毎日気が気でありませんでしたそういう若い木たちは中でもことに枝ぶりの美しい木でしたからそれなり切られて車に積まれて馬に引かれて森を出ていきましたどこへ行くんだろう あの木たちはみんな私より小さいし中にはずっと小さいのもあるそれからまた何だって枝を切り落とされないんだろう一体どこへ連れて行かれるんだろうモミの木はこう言って聞くとそばでスズメたちがさえずって言いました「知ってるよ。 知ってるよ。町へ行った時僕たちは窓から覗いたから知っているよみんなはそりゃあ素晴らしいほど立派になるんだよ窓から覗くとね暖かいお部屋の真ん中に小さなもみの木はみんな立っていたよ金色のリンゴだの蜜のお菓子だのおもちゃだのそれから 何百とも知れないろうそくだので、それはそれはきれいに飾られていたっけ。で、それからとモミの木は、残らずの枝をふわせながら尋ねました。ねそれからどうしたのうん、それからどうしたか、僕たちは知らないよ。 とにかくあんなきれいなものはほかではみたことがないね。ああ、どうかしてそんなはなばなしい運がめぐってこないかなあ。ともみのきはとんきょうな声をあげましたそれこそしろいほをかけてとおいうみをこえていくよりもずっとよさそうだ。 ああ行きたいな行きたいな早くクリスマスが来ればいいな私はもう去年連れて行かれた木と同じぐらい背が高くなったしすっかり大きく育ってしまったあどうかして早く荷車の上に積まれるようになればいいなそして目の覚めるように立派になって たたかい部屋に住みたいものだなあだがそれからはそれからはどうなるだろうたぶんそれからはもっといいことが起こるだろうもっと面白いことにぶつかるだろうもしそうでなければ。 そんなにきれいに私たたちを飾っておくはずがないものきっと何か大したことが起こるんだろう素晴らしいことがやってくるんだろうだがそれはなんなんだろうななんだかわからないがただ行きたいあーたまらないぞもう自分で自分がわからないんだ その時また「風とお日様の光とが優しく声をかけました」「私たちの中にいる方が気楽だよ。この広々とした中で元気のいい若い時を十分に楽しむのがいいのだよ」「けれどももみの木は」 そんなことを聞いてもちっともうれしくありませんでした。こうして冬が去って夏も過ぎました。もみの木はずんずん育っていっていつもいつも生き生きした緑の葉をかぶっていました。ですから誰もこのもみの木を見た人で なんてまあきれいな木だろうねと言わないものはありませんでした。それでクリスマスの季節になるとこのもみの木はとうとう真っ先に切られました。その時斧が木の芯まで切り込んだのでもみの木はうめき声を立てて地の上に倒れました。 じゅうずきずきいたんでだんだん気が遠くなりました考えてみるとうれしいどころではありません自分が初めて目を出した森の家から離れるのはしみじみ悲しいことでした子どもの時からおなじみの小さな木や花などにも それかたぶん小鳥たちにももう会えないだろうと思いましたまったく旅に出るというのはつらいものに違いありませんでしたやっと正気づいてみるとモミの木はほかの木と一緒にわらにくるまれてどこかのうちの庭の中に置かれていました そばでは一人の男がこう言っていました「この木はすてきだなあこれ一本あればたくさんだ」そこへはっぴを着た二人の男がやってきましたそしてもみの木を立派に飾った大きな部屋に運んでいきまして。部屋の壁には いいいろろな額がかかっていましてタイル張りの大きな暖炉のそばには獅子の蓋のついた青治の亀が置いてありましたそこにはユり椅子だの絹張りのソファーだのそれから少なくとも子供たちの言い分通りだとすると100円の100倍もする絵本や おもちゃののっているおおきなテーブルなどがありましたもみのきはすながいっぱいはいっているおおきなおけのなかにいれられましたけれどだれのめにもそれはおけとはみえませんでしたそれはあおあおしたきれでつつまれて 美しい色模様の敷物の上に置いてありましたまあこの先どんなことになるのかしらもみの木はブルブル震えていました召使いたちについてお嬢さんたちも出てきてもみの木のお飾りを始めました枝には色紙を切りこまざいて作った 網をかけましたその網の袋にはどれもポンポンやキャラメルがいっぱい入っていました金紙をかぶせたリンゴやクルミの実が本当になっているようにぶら下がりましたそれから青だの赤だの白だののろうそくを100本余りどの枝にもどの枝にもしっ しかりと刺しましたまるで人間かと思われるほどくりくりした目の人形が葉と葉の間にぶら下がっていましたまあ人形なんてモミの木はこれまでに見たことがありませんでした木のてっぺんにはピカピカ光る金髪の星を見つけました こんなにいろいろなものでかりたてましたからもみのきはそれこそみちがえるようにりっぱになりましたさあこんばんよとそのひとたちはみんないっていましたこれで今晩明かりがつきます。それをきいてもみのきはかんがえましたいいなあこんばんからだってねえ。 ばんになってあかりがつけばいいなあそれからどんなことがあるだろう森からいろいろなきがあいにくるかしらそれともすずめたちがまどがらすのところへとんでくるかしらもしかしたらこのままここでねがはえてふゆもなつもこうやってかざられたままたっているのかもしれない そんなふうにあれやこれやと考えるのももっともなことでしたけれどももみの木はあんまり考えつめたので体の皮が痛くなりましたちょうど人間が頭痛で苦しむように木にとってはこの皮の痛いのはかなり困る病気なのでしたさて ろうそくの明かりがつきましたなんという輝かしさなのでしょうなんという立派さなのでしょう」「もみの木はうれしまぎれに枝という枝をブルブルさせました」「そのため一本のろうそくの火が揺れて青い葉に燃え移りました」「おかげでかなり焦げました」 危ないわとお嬢さんたちは叫んで慌てて火を消しましたそこでモミノキはもう体を震わすこともできませんでしたこうなるとそれは全く恐ろしいほどでしたモミノキはせっかくの飾りを一つもなくすまいと心配しましたそれにあんまり明るすぎたので ただもうぼーっとなりましたやがて両開きの扉がさーっと開いて子どもたちがまるでクリスマスの着ごとたたき落としそうな勢いで飛び込んできました大人たちもその後から静かについてきました子どもたちはほんのちょっとの間黙って立っていましたが たちまちわーっという騒ぎになって木の周りを踊り回りながらクリスマスの贈り物を一つ一つさらっていきましたこの子たちは何をするんだろう何が始まるんだろうとモミの木は考えましたするうち枝のところまで ろうそくはだんだんと燃えていきました。そして、一つずつ消されてしまいました。やがて、木の枝につけてあるものを取ってもいいというお許しが出ました。やれやれ、大変。子供たちは、いきなり木をめがけて飛びつきました。木はみしみしと音を立てました。 もみの木のてっぺんにつけてある金紙の星がうまく天井に縛りつけてなかったらきっと木はあおむけにひっくり返されたことでしょう子どもたちはもぎ取った立派なおもちゃを天殿に持って踊りまわりましたですから誰一人もう 木を振りりって見るものはありませんでしたたった一人ばあやが木につけてあったいちじくやりんごを子どもたちが取り残してい,いやしないかと思って枝の中に首を差し入れてのぞき込んだだけでしたお話ししてねお話ししてね 子供たちはそうさけんでずんぐりしたひとりのちいさいひとをきのところへひっぱっていきましたそのひとはきのしたにこしをおろしてこういいましたよしよしこうしていればみなさんはみどりのもりのなかにいるようなものだだからこのきもうれしがって お話を聞くだろう。だがお話はなしはひとつだけだよ「いえであうえで」のおはなしをしようかねそれともだんだんからころげおちたくせにうまく出世しておうじょさまをおよめさんにしたでっくりもっくりさんのおはなしをしようかね「いえであうえで」。 と人の子供たた。ちは叫びましたするとほかのこどもたちは「でっくりもっくりさん!」と叫びましたみんながそうやって口々にわいわい言い立てるのでがやがや,がやがやがや、がや大騒ぎになりましたけれどももみの木ばかりは黙ってまっ こう思っていました。私には相談してくれないのかしら。私はこのお仲間ではないのかしら。なるほどお仲間には違いないのです。けれどももみの木のお役目はもう済んでいました。やがて今の人は だんだんおころげおちたくせに出世して王女さまをお嫁さんにしたてっくりもっくりさんのおはなしをしましたおはなしがすむとこどもたちはパチパチてをたたいて「もうひつしてもうひつして」とさけびたてましたこどもたちはゆえであえでのおはなしもしてもらいたかったのでしたが でっくりもっくりさんのお話だけで我慢しなければなりませんでしたもみの木はびっくりしたようなそれでいて考え込んでいるような様子をしていましただって森の鳥たちはそんな話はちっともしてくれませんでしたからねでっくりもっくりさんは だんだんから転げ落ちたくせに王女様をお嫁さんにしたとさ「そうだそうだそれが世の中というものなんだ」ともみの木は考えましたそしてあんな立派な人がそう話したんだからそれは本当のことに違いないと思いました そうだそうだ私だってだんだんから転げ落ちて王女様をお嫁さんにもらうかもしれないこれで明日もまた明かりをつけてもらっておもちゃだの金の果物だので飾られるのだと思ってもみの木はぞくぞくしていました明日はもう震えないぞ。 こんなに立派になったのだからうーんと嬉しそうな得意らしい顔をしていようきっとまたでっくりもっくりさんのお話をしてもらえるだろうしことによったら家えであでのお話もしてもらえるかもしれないこうしてモミの木はじっと一晩中考え明かしました 次の朝召使いたちがやってきました「ああきっともう一度立派に飾り直してくれるんだなあ」とモミの木は思いましたけれども召使いたちは木を部屋の外へ引きずっていきましたそしてはしご段を上がっていって屋根裏の物置の 薄暗い隅へ放り上げましたそこにはまるでお日様の光がさしてきませんでした「どうしたっていうんだろうこんなところで何ができるんだろうこんなところで話をしても何が聞こえるだろう」とモミノキは考えましたそして 壁にもたれたままいつまでも飽きずに考え続けていましたもうずいぶん時間がありました何しろ幾日となく幾晩となく過ぎていきましたからねけれども誰一人やってはきませんでした それでもとうとうだれかがあがってきましたがなにかふたつみつおおきなはこをすみのほうへほうりだしていったばかりでしたおかげでもみのきはそのはこのしたじきになってかくれてしまいましたまあそのきのいることなどまるでわすれられてしまったのでしょう 今は外は冬なのだ地面はカチコチに凍って雪がかぶさっているだからあの人たちは私を植えることができないそれで私は春が来るまでここで囲われているのだ本当になんて考え深い人たちだろうただ ここがこんなに薄暗い寂しいところでなければいいと思うな。何しろ野ウサギ一匹跳ねてこないんだもの。雪が積もってウサギがそばを跳ね回ったりする自分。あの町外の森の中は随分よかったな。そうそうウサギがよく。 頭の上を飛び越えたっけあの時は随分腹が立ったなそれも今では懐かしいそれに比べてここの屋根裏の恐ろしいほどの寂しさといったらチュうチュう。その時ふと小鼠が泣きながら ちちょろちょろろと這いししてきました「そのあとからもう一匹の子ネズミが出てきました」「ネズミたちはもみの木のにおいを嗅いでみて枝の間をはい回りました」「ひどい寒さですね」と子ネズミたちは言いました「でもここはずいぶんいいところでしょう?」 「そうは思いませんかモミノキのおじいさん」「わたしはそんなおじいさんじゃないぞ」とモミノキはすこしおこっていいました「まだまだぼくよりとしをとっているきはたくさんあるよ」「あなたはどこからきたのいろんなことをしってるの?と」とコネズミたちは。 大変何かを聞きたがっていまして。ねえもみのきさん、世の中で一番すばらしいところのことをお話ししてください。あなたはそこから来たんでしょうそら、棚の上にチーズがのっていたり、天井からハムがぶら下がっていたり、油ろうそくの上で踊りを踊ったりして入るとき。 ひょろひょろでるときむっくりでっくりというようなところにいたんでしょう。どうもそんなところはしらないねともみのきはいいましたけれどもりのことならしってるよそこではおひさまのひかりはよくあたるしとりがうたをうたっているよ。 それからもみのきは自分の若かった時のことをすっかり話しました。小ネズミはこれまでにそんなことをちっとも聞きませんでしたのでめずらしがって聞いていました。それから後でこう言いました。まあずいぶんいろいろなものをたくさん見たんですね。 ずいぶんんせだったんです、ね、私がかいそう言われてもみの木は初めて今自分の話したことを考えてみまして。なるほどそういえば幸せだったよそうつまりあの自分が私も一番幸せだったなあ それからもみのきはおいしいお菓子やろうそくのあかりでかざられたクリスマスのまえのばんのはなしをしました。まあずいぶんしあわせだったのねもみのきのおじいさん」と小ネズミがいいました。わたしはそんなにおじいさんではないというのにともみのきはいいました。 この冬初めて森の中から出てきたばかりだもの。私は今が盛りの年なんだ。ただ少しのっぽに育ちすぎたかもしれない。おじさんの話は面白いねと小ネズミが言いました。次の晩にも小鼠はほかに4匹の仲間を連れて。 「もみのきは話していればいるほどあれもこれもはっきり思い出せました」そしてこう考えました「あの自分は本当に幸せだったけれどああいう時代がまたやってくるだろうきっとまたやってくるだろう」。 でっくりもっくりさんはだんだんから転げ落ちたくせに王女様お嫁さんにもらっただから私だって多分王女様をお嫁さんにするかもしれないそれからモミの木は森の中に生えていたかわいらしい白樺の木のことを思い出しましたその白樺の木はほんとにきれいでしたから モミの木にはそれが美しい王女様のように思われまして。でっくりもっくりさんって誰なんですか?と」と小ネズミたちが尋ねましたもみの木は一つも間違えずにそのお話をすっかり話してやりました小ネズミたちはそれはそれはうれしがって もみの木の一番高い枝に飛びつきそうにしていました次の晩にはもっとたくさんのネズミたちが来ました日曜日には二匹の親ネズミさえ出てきましたけれどこの親ネズミはそんな話は一向面白くないと言いましたそう言われると 小ネズミたちも少しがっかりしてしまいました。なるほどそれはせんほどおもしろく思われませんでしたものね。君の知っているお話はそれひとつきりなのかいと親ネズミは言いました。ああこれひとつさともみの木は答えました。何しろ私は 生まれて一番幸せだった晩にそのお話を聞いたのだからねけれどその時はそれがそんなに幸せだとは知らなかったずいぶんつまらないお話だな君は豚の脂身とか油ろうそくというようなものは何にも知らないのかね 食べ物屋の話は知らないのかね知らないねとモミの木は答えましたそうじゃあどうもありがとうと親ネズミたちは言って仲間のところへ帰っていきましたとうとう子ネズミたちも行ってしまいましたすると、 もみの木はまたとりぼっちになったのでため息をつきながら言いました。元気のいい子ネズミたちが私を取り巻いて面白そうに話を聞いてくれたのは本当に愉快だったな。だがそれも終わりさ。でも今にここから運び出されれば。 せいぜいものを楽しく考えることだところでいつそんなことになったでしょうかなるほどあくる朝大ぜいしてガタガタ物置を片づけに来ましたそして箱をどけてもみの木を運び出しました それからかなり乱暴に床の上に投げ出しましたやがて一人の下男がそれをそのままはしご壇の方へ引きずっていきましたこうしてもみの木はもう一度日の目を見ることができました「さあまた生き返ったぞ」ともみの木は思いましたもみの木は 涼しい風に吹かれて朝のお日様の光に当たりましたそこは本当に家の外の庭の中でしたいろいろなことが目まぐるしいほど旗でどんどん起こってくるのでもみの木はすっかり自分のことを忘れてしまいましたぐるりには たくさん目につくものがありましたこの庭はすぐ花園に続いていてそこにはいろいろの花がいっぱい咲いていましたほんのりいいにおいのするバラが低い垣根に絡んでいましたし菩提樹もちょうど花盛りでしたツバメたちはその上を飛び回りながらさえずっていました ピーチクピーチクうちの人が帰ってきましたよ。けれどもそれはもみの木のことではありませんでした。さあいよいよこれからわたしは生きるのだぞ。とうれしそうな声を出してもみの木は思いっきり枝をいっぱい伸ばしました。けれど。 ややれやれかわいそうにその枝の先はガサガサに干からびて黄色くなっていましたそして自分は庭の隅っこで雑草やいばらの中に転がされていました金神の星はまだ頭のてっぺんについていましたそしてその星は 明るいお日さまの光でキラキラ輝いていましたところでその時庭にはあのクリスマスの晩この木の周りを飛び回った元気のいい子どもたちがあそんでいましたすると一人一番小さい子がかけてきていきなり金の星をもぎ取ってしまいましたごらんよ 汚い古いもみの木にくっついていたんだよその子はそう叫びながら枝を踏んづけましたから枝は靴の下でポキポキ音を立てましたもみの木は目の覚めるように美しい花園の中の花を見ましたそしてみすぼらしい自分の姿を見回してみて これならいっそ物置の暗い片隅に放り出されていた方がよかったと思いましたそれから続いて森の中にいた時の若い自分の姿を目に浮かべました楽しかったクリスマスの前の晩のことを思い出しましたでっくりもっくりさんのお話をうれしそうに聞いていた 小ネズミたちのことを思い出しました「もうだめだ」「もうだめだ」とかわいそうなもみの木はため息をつきました「楽しめる時に楽しんでおけばよかった」もうだめだ「もうだめだ」「もうだめだ」 がて下男が来てもみの木を小さく折って一束の薪につかねてしまいましたそれから大きな湯沸かし釜の下へ突っ込まれてカッカと赤く燃えましたもみの木はその時深いため息をつきましたそのため息はパチパチ弾丸のはじける音のようでした ですからそこらであそんでいる子どもたちはみんなかけてきて火の中をのぞきこみながらパチパチパチとまねをしましたもみの木はあいかわらず深いため息のかわりにパチパチ言いながら森の中の夏のまひるのことや星がかがやいている冬の 夜飯のことを思っていましたまたクリスマスの前の晩のことやたった一つ聞いてしかもその通りにお話しできるでっくりもっくりさんの昔話のことを考えていましたするうち木は燃えきってしまいました子供たちはやはり庭で遊んでいました その一番小さい子は金の星を胸の上につけていました。その星はもみの木が一生のうちで一番楽しかった晩頭につけていたものでした。けれど今はそれもおしまいになりました。もみの木もそのお話も。 おしまいになりました。おしまい。サンタクロースはいるんだ。百二十五年ほど前に。ニューヨークの。三新聞。という社説に。載せられた文章です。担当は。フランシス。 パーセラスチャーチ訳大久保優サンタクロースはいるんだ本誌は以下に掲載される当初に対して直ちにお答え申し上げるとともにこのようにまっすぐな方が読者におられることを心から嬉しく思います こんにちは新聞のおじさん私は8歳の女の子です実は友達がサンタクロースはいないというのですパパはわからないことがあったらサン新聞というので本当のことを教えてくださいサンタクロースはいるのですか バージニアお反論バージニアそれは友達の方が間違っているよきっと何でも疑いたがる年頃で見たことがないと信じられないんだね自分の分かることだけが全部だと思ってるんだろうでもねバージニア 大人でも子供でも何もかもわかるわけじゃないこの広い宇宙では人間って小さな小さなものなんだ僕たちにはこの世界のほんの少しのことしかわからないし本当のことを全部分かろうとするにはまだまだなんだ 実はね、バージニア、サンタクロースはいるんだ愛とか思いやりとかいたわりとかがちゃんとあるようにサンタクロースもちゃんといるしそういうものがあふれているおかげで人の毎日は癒されたり潤ったりするもしサンタクロースがいなかったら ものすごく寂しい世の中になってしまうバージニアみたいな子がこの世にいなくなるくらいものすごく寂しいことなんだサンタクロースがいないってことは子どもの素直な心も作りごとを楽しむ心も人を好きって思う心もみんなないってことになる。 見たり聞いたり触ったりすることでしか楽しめなくなるし世界をいつも温かくしてくれる子どもたちの輝きも消えてなくなってしまうだろうサンタクロースがいないだなんて言うのなら妖精もいないって言うんだろうねだったらパパに頼んでクリスマスイブの日 煙突という煙突全部を見張らせてサンタクロースを待ち伏せしてごらんサンタクロースが入ってくるのが見られずに終わっても何にも変わらないそもそもサンタクロースは人の目に見えないものだしそれでサンタクロースがいないってことにもならない本当の本当っていうのは 子供にも大人にも誰の目にも見えないものなんだよ妖精が原っぱで遊んでいるところ誰か見た人っているかなうんいないよねでもそれでないって決まるわけじゃない世界で誰も見たことがない見ることができない不思議なことって 誰にもはっきりとはつかめないんだあのガラガラっておもちゃ中を開ければ玉が音を鳴らしてるってことがわかるよねでも目に見えない世界にはどんなに力があってもどれだけ束になってかかってもこじ開けることのできないカーテンみたいなものがかかってるんだ 素直な心とかあれこれたくましくすることしたものそれから寄り添う気持ちや誰かを好きになる心だけがそのカーテンを開けることができてその向こうのすごくきれいで素敵なものを見たり描いたりすることができる嘘じゃないかってバージニア いつでもどこでもこれだけは本当のことなんだよサンタクロースはいないいや今この時もこれからもずっといるバージニア何千年いやあと十万年たってもサンタクロースはいつまでも子供たちの心を わくわくさせてくれると思うよその後バージニアはニューヨークの学校の先生になって47年間子どもたちを教え続けたそうです「おしまい」。 ナレーターのぐっすりお休み朗読サンタクロースがやってきたヘンリー・リビングストン・ジュニア文大久保優役クリスマスイブのことどこのお家も人もネズミもひっそりしてる 暖炉の下には靴下ぶらりんサンタが来るのを今か止まってる子供たちはぐっすりすやすやお菓子の夢を見てる最中妻はスカーフ僕は帽子をかぶって眠ろうとベッドに着いたその時外から 物音が聞こえてきたから僕は飛び起きて確かめに行ったんだものすごい速さで窓に駆け寄り鍵を外してガラガラ開けて積もったばかりの雪がお月様の光でお昼みたいに明るくってびっくりしてるとなんだか見えたんだ 小さなソリとちっちゃなトナカイ8トも乗ってるおじさんも元気いっぱいきっとサンタクロースだって思ってね飛んでくトナカイは鳥よりも速くサンタは口笛吹いて名前を大声で「おいダッシャーダンサープランサービクセン」 空コメットキュービットダンダブリクセム屋根を登って壁を登って行くぞ行くぞ空行くぞ嵐に巻き込まれた落ち葉みたいに当たる手前で真上に上がってトナカイは屋根の上へたどり着きソリはおもちゃ満載 サンタもいるけどするとすぐに屋根の上から音がしてトナカイのひずめがパカランパカラン頭を引っ込め振り返ってみるとドスンとサンタが煙突を落ちてきて上から下までふわふわの服どこもかしこも灰とすすで真っ黒け。 おもちゃの袋をどさりとおろして大事そうに中を開けてさ目はキラキラえくぼもにっこりバラ色ほっぺにさくらんぼのお花おどけた口は弓の形であごひげは雪みたいに真っ白口にくわえたパイプのけむりが 頭の上で渦を巻いてて真っ赤なお顔に出っぷりおなか大きく笑えばおなかもプルプルぽっちゃりした愉快なおじさん思わず僕も笑っちゃってこっちが怖がってないとわかると首をかしげてウィンクくれてそれから何にも言わずに そのまま靴下にプレゼントを入れてくるり指を口にシッと当ててこくりうなずいて煙突をのぼっていったサンタがそりに乗って口笛吹くとトナカイは走りだしてふわふわ空の向こうへでも 見えなくなる間際に聞こえてきたんだメリークリスマスおやすみでねおしまい